皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医の沢村です。今この時期コロナだけでなく風邪になる心配もありますし、また花粉症が出始める時期でもあります。ダブルパンチならぬトリプルパンチでこれら3つの病気にかからないように、気をつけて生活していかなければならないわけです。大変ですよね。花粉症は風邪、コロナと比べて相当ひどくならないと発熱しない、また鼻水が慢性でなければサラサラしている、目などに痒みが出る、また1回花粉症になった方はアレルギー疾患から毎年ぶり返し、また嫌な季節が来たなと実感される方も多いと思います。これらの点で皆さんも花粉症の慣れ始めは風邪、コロナと区別されてですね、病院に行きお薬をいただいて服用し、この時期をしのいでいるのではないでしょうか。ですがこの花粉症、実はですね、お口のトラブルの元なのです。今回はこのことについてお話します。花粉症と口の中、歯には密接な関係があるんです。花粉症の症状の一つに鼻詰まりがありますけれども、ひどくなると匂いがしないとか鼻で息ができないと感じる方多くないですか。今までも別の動画でお話ししてきましたけれども、コロナでマスクをしていて、鼻で呼吸しづらいのに輪をかけてですね、花粉症で鼻呼吸ができないと自然と口で呼吸、口呼吸をするようになります。口呼吸になってお口の中が乾燥しやすくなるんです。お口の中の菌は、乾燥状態で、繁殖しやすいため、この状態が続くと歯の周りに、菌の塊である、ばい菌の塊であるプラーク、バイオフィルムがつきやすくなってしまうんです。そうなると歯周病の原因となるわけです。そうならないたびにはベロ、歯等の口腔内清掃をする、水分を多く取る、唾液が出やすい状態、環境を作るなどが挙げられます。今までも今までお話ししたことはですね、以前にも、別の動画でお話ししているので、関連動画を概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。次にですね、花粉症がひどくなってくると上の歯の奥歯の歯がですね、染みたり噛むとですね、痛くなることがあるんです。花粉症がひどくなるとですね、鼻水もサラサラしたものから粘りがあるものに、そしてですね、鼻水の色も黄色から緑っぽくなって、喉に引っかかる感じになって、なってきます。で、鼻詰まりもですね、鼻筋よりも、鼻の奥が詰まるような感じになってきます。つまり花粉症によってですね、鼻の粘膜が腫れ、黄色から緑色の鼻水、この色はですね、ばい菌が繁殖しているので、こんな色になっているんです。このばい菌を伴った鼻水がですね、副鼻腔というところに流れて、腫れた粘膜によりですね、鼻と副鼻腔につながる部分を塞ぎですね、副鼻腔に入って溜まったばい菌の塊である鼻水によって炎症が起こるんです。これを副鼻腔炎と呼びます。で、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、病名で言うと蓄膿症のことなんですよ。蓄膿症と副鼻腔炎は同じ病名になるわけですね。で、ちょっと難しくなりますけども、この副鼻腔炎の副鼻腔っていうのは、鼻の穴の周囲にある計4対の空洞のことで、鼻後の両脇にあるですね、上顎道、両目の、近く、両目のですね、間の奥にある歯骨道、もっと目の奥にある、長径骨道、眉間の近くにある前頭道があります。今お話したように副鼻腔はこの上顎と、ほっぺた、鼻に囲まれた空間で、上の歯の根に近いので、副鼻腔炎になると多くはですね、上の顎の上顎の奥歯が痛くなるわけです。でですね、副鼻腔炎が原因の歯の
痛みの症状はと言いますと、まずですね、上の、顎の奥歯に生じまして、噛んだりした時だけでなくて、何にもしなくてもズキズキ痛むと。3、痛みの他に歯が浮いた感じがする。4、1本ではなく、2から3本の歯に痛みがあることが多いです。で、5、左右どちらかのね、どちらかにですね、歯の痛みが起こることが多い。だから両側にいっぺんに起こることは少ないってことです。6、神経がある歯に痛みが出ることが多いです。そしてですね、次に、虫歯などの歯の痛みとですね、副鼻腔炎との違いはということでお話しますと、1、冷たいものや熱いものが染みるときは虫歯や知覚過敏、歯が関係していることが多いです。2、自分で痛い歯を特定できる場合は虫歯の可能性が大きいです。3、響くようなうずくような痛み、階段を降りるときやジャンプすると響く場合は副鼻腔炎の可能性が大きいです。体の向きを変えると痛みが増す場合も副鼻腔炎の可能性が大きいです。で、5、歯以外にもですね、目の下の奥の方も痛い場合は副鼻腔炎の可能性が大きいんです。ではですね、虫歯が副鼻腔炎か、ではですね、虫歯かね、副鼻腔炎かどうかを判断するにはどうしたらよいかと言いますと、歯科医院にご覧いただき、レントゲンや CT の、撮影が必要となってきます。虫歯の場合で痛みが出ている時にはですね、虫歯が歯の出歯で進行していることが多くって、神経を抜く根管治療の必要になることが多いです。次に、副鼻腔炎からの歯の痛みと歯ぎしりや食いしばりから来る歯の痛みは同じような症状が出ることがあります。歯に問題がなくってレントゲンでも、副鼻腔炎が伴うというかですね、副鼻腔炎が出てきてないような場合、副鼻腔が確認できない場合はですね、歯ぎしりが原因の可能性が高いです。そしてですね、副鼻腔炎に痛む場合は、抗生物質を、服用して、様子を見ていただきます。重症の場合を除いては炎症が収まることが多いんですけども、収まらない場合は、耳鼻科へご紹介しております。今回はですね、花粉症が引き起こす歯のトラブル、歯周病ですね、そして歯の痛み、鼻詰まりから起こる、副鼻腔炎についてお話ししました。以上です。皆さん、ご自分の歯大切にされていますか？本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。